はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4の続きをプレイしていきたいと思います。でちょっと今回からですね、戦線が、日本と離れて、本国と離れて広くなってきているので、ちょっとね字が見づらくなっちゃうかなというところはあるんですが、画面の解像度少し変えています。あまりにも見づらいよっていうねご意見が多かった場合にはちょっとまた考えようかなと思うんですが、基本的には今ご覧いただいている大きさでプレイをしていこうかなというふうに思っています。で、ここまでの状況なんですが、インドシナ半島、タイを除くインドシナ半島を日本化併存することができたので、今回はマレーシアに対して宣戦布告の上、その資源をね獲得していければいいかなというふうに思っています。でインドネシアはもうちょっと一旦攻略目標から外して、ベトナムから中国を攻めると、あと同時に、あるいは順番を考慮した上で北朝鮮を攻略していくというのをねやっていければいいかなと思っています。順番的には北朝鮮が最初かなとは思うんですが、場合によっては韓国もね併存していくというところで、外交の見直しをまずしていきましょう。一つはインドネシアですね。アジアを開いてインドネシア、ここに対してはもう宣戦布告する理由はなくなりましたので、正当化、戦争目標の正当化を中止していきます。で代わりに韓国、北朝鮮、このあたりをねターゲットにしていきましょう。では時間を進めていきます。もうすでに強襲上陸の指示はかけているので、あとはね強襲上陸がうまくいくようにというところなんですが、ここまでね強襲上陸がなかなかうまくいかないケースが多いので、場合によっては禁断の核使用、今核4つあるので核をね4つ使うっていうこともちょっと考えてはいこうかなというふうに思ってます。で海軍もねちょっと戦力的にはだいぶダメージが出ているので、そこをねどこまでご利用すかというところかなとは思っているんですが、一応航空隊はそれぞれ割り当てられてはいるので、あとはどうあがくかというところかなとは思います。核をクアラルンプールに落としてしまうというのも本当に一つの手ですからね。でちょっとね MP の使い方は間違ってるよというご指摘をいただいているので、 MP のね編成をちょっと外しておきましょう。これは完全に支援砲兵、こっちに変更をかけておきます。お、強襲上陸が始まってるな、いつの間にか。ちょっとここはしっかり見ていきましょう。早速ちょっと不利な状況にはなってるけど、やっぱりね港には必ず敵の軍の駐留があるんで、なかなか難しいかなというとこなんですよね。で強襲上陸成功させないと、どんどん周りから敵の軍が集まってくるんで、より難しくなってくるという状況があるんで、この辺りは時間との勝負というところになるのかなと思います。今全部で6つの軍、師団ですね、これを同時に
強襲上陸かけてますので、うまくハマってくれればいいんですけどね。場合によってはやはり核を落とさざるを得ないと。あとはちょっとね、今戦線が膠着状態ですが、地味に確認しておきたいのが生産のラインの見直しですね。今だと実は飛行機の数が全然足りてないという状況もあるので、そのあたりもちょっと見ておく必要があるかなと。さて、1部隊上陸できましたね。ただここは残念ながら港がある場所ではないので、まず港がある場所まで進んでいきましょう。補給がこのままだとね、なかなか厳しいことになるので、一刻も早く港を確保したいところなんですが、強襲上陸がうまくいくかどうかだな。本当にこの港の さあ、徐々に港を守る師団、マレーシア軍の6つの師団ですね、この師団を削ってきているので、もうちょっと粘れれば港の確保ができそうですね。よし、強襲上陸できましたというところまで来たので、こっからですね、ちょっと一旦補給マップに切り替えましょう。まあ、もちろん真っ赤っかだと思うので、これをまず改善していくっていう意味で言うと、港は確保できているので、まず港の趣旨と同時に供給マップで見ていくと、やっぱりクアラルンプールですね。クアラルンプールのあるエリアを目指すのが一番賢そうかな。と同時に敵の手段に港を奪還されるというのは避けたいので、各方面に広げていきましょう。ジョホーバル、いやどうかな、どこまで進めていくのがいいのかっていうところだと思うんだけど、
ここは南に下がる部隊が一つで、あとは、まあ、クアラルンプールですよね。やっぱりクアラルンプールを目指してもらう部隊、供給がねどうしてもやっぱり弱いんで、まあ、どこまで前線を維持できるかというところもね出てくるかなとは思います。まあ、一刻も早くね広げていかないことには供給が追いつかないので、まずはそこからですね。まあ、各方面有利に戦闘は繰り広げているものの、こちらは補給がない分ね早め早めに敵を殲滅していかないといけないけど、ここでも中国軍がシャシャリ出てきてるね。今全部で60師団を上陸させてますんで、この60師団で対応できないってなるとちょっと苦しいかな。で、空軍のドクトリンは完成ですね。最後まで来ましたというところなので、陸軍の装備の方に移っていきましょう。まあ、でも一通り開発は進んでるといえば進んでんだよな。無駄なところにね、研究を割くのもそれはそれでバカバカしいので、必要なところに必要なものを割いていくというのが一番いいと思うんですが、あとはちょっとやっぱり核を行使せざるを得ないかな。中国軍には核を使うなんてどうなんだろうっていうねご意見いただいてるんですけど、ここは核の行使をしていきましょう。中国軍を滅するという意味で核を2つ補給兵がアップグレードされたので、補給兵先に進めちゃいましょう。
まあ、敵の師団に壊滅的なダメージを与えるのと同時に降伏しやく、しやすくさせる効果もあるというね、ちょっとこの禁断の核の使用なんですけど、これによって前線を一気に押し上げましょう。クアラルンプールまで一気にね制圧できれば、戦況もだいぶ変わってくるでしょうと。これでねマレーシアが核をできれば、核はしばらく対中国戦のために温存したいので、ちょっと核の温存というのもね視野に入れましょう。でさらに1師団ちょっと上陸失敗しちゃってたんだな、戻されちゃってますね。これをさらに上陸させて、まあ、ゴズメ部隊というような形かな、位置づけ的には。いやー、もう一発核の使用が必要かな。いや、温存しよう。もうちょっとね補給の供給量が多いところまで進んじゃわないと、当然こちらも供給が追いついてないという状態になってますからね。この状況を打破して供給十分な状態で敵軍と戦える状態を維持していきたいんだけど、やっぱ中国軍が邪魔なんだよな。ただ核を使ったことによってだいぶ膠着してた戦線を有利に進めることができる状態になりつつあるので、この状態をねキープしながらクアラルンプールを落として一旦マレーシアと戦争終結の交渉に持ち込むというところですかね。生産のラインは完全に装甲車が全然足りてないので、中国戦を睨んで装甲車の大増産もしていきましょう。まあ、ちょうど今画面の北側ですね、イポー周辺敵軍が密集しているので、ここを突破できればほぼほぼ決まるかなというところですね。まあ、マレーシアのこの、まあ、ブルネイとかね、こんなところに手を出すつもりはないので、そもそもブルネイってイギリスから独立保証を受けてるとかそんな感じだったと思うし、やっぱりまずはマレーシアだね。
クアラルンプールをちょっと目を離してる隙に確保したな。核の威力絶大だな本当に。であとは対中国戦を睨んで建設ですね、建設レーダー基地等々あるいはロケットの発射場ですね、こういうのをドンキンに建てていきましょう。これでミサイルとレーダーですね、これの配備を今行いましたというところになります。いい加減補給がきつくなってきてる部隊もいるよねきっと。核を使ってなおこの様ですからね、ちょっとね日本軍しっかりしてほしいよな。ここに核を落とせばこの戦争は終わると思うんですけどね。ちょっと対中国戦を睨んで核は温存したい。飛行機もねちょっと足りてないんですよね今だと。飛行機の数も増やしてあげないといけないよなと。タイの国境まで
もうちょっとなんでね、マレー半島のマレーシア軍はだいぶ追い詰めてきているはずなんですが、それでもまだまだ中国軍をはじめ師団数は残ってますね。さあ、反包囲状態というところまで来ているので、このあとですね、一気に敵軍を押し込めれば、完全降伏まで近いかなというところまでは来ていると思います。海兵隊とか持ってないからな、まあ、ただ空挺兵に関しては今入れ始めてるので、ちょっとこの特殊部隊のアップグレードを入れていきましょうか。マルチロール機が全然足りてないだけじゃなくて、結局のところ艦載機も足りてないんだよね。で、人もいないという状況なんで、なかなか日本末期なんですよね、こうやって見ると。相変わらず供給が多分ね、真っ赤っかだと思うんですよね。もうちょっとね、供給を太くしてあげたいんだけど、
また完全に戦線が膠着してきてますね。どうしてもこの供給がね追いつかないっていう状態をなんとかしていかないと。この状況はきっと変わらないんだよな。しょうがない、使いたくなかった核をまた撃ちましょう。これで戦争が終わる。これで敵の手段は完全に壊滅しましたね。ただマレー半島は核による汚染が進んでしまったな。もう残された核は一発しかないんで、本当に対中国戦を睨んで核を温存&生産量を増やすっていうね、そういう取り組みもちょっとしていかなきゃいけないな。はい、ではね、ちょっと面白いところではあるんですが、時間がいい時間になってきましたので、今回は一旦ここで終わりにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。